池田真子です。そして、はい、こんにちは、バオトロチームメイトの真央です。イエーイ、よろしくお願いします。ということで今日はね、真央さんに来ていただきました。で今回はあの、ね、10月の18日から発売のスタバの新作を先行チケットで飲みに来ました。イエーイ、楽しみにしてんな。で今回はちょっとハロウィンシーズンに向けてこちら2種類の、ね、新作が発売されてて、これをちょっとマオさんと、ね、それぞれ飲んでレビューしていきたいと思います。はい、それではマコチャンネルスタート。はい、ということでまずは、ね、こちらから紹介したいと思います。じゃらーん、こちらはハロウィンプリンセスフラペチーノです。見て、後ろにてらーん書いてもらいました、ニコちゃん。でこの新作はアップルコンポートとホワイトモカソースと、あとね、中にホイップも入ってるみたいです。見て、この上とかもトッピングがブルーとピンクのね、キラキラになってて、女の子って感じじゃない？キラキラしてます。キラキラ、かわいい。はい、そしてこちらはハロウィンウィッチフラペチーノです。はい。ダークなイメージですね。魔女みたい。魔女みたい？魔女みたい。魔女イメージ。魔女イメージしたものです。めっちゃチョコって感じやな。はい、そうです。こちらもね、顔が。書いてる、はい、はい、書いてます。こちらは、アップル、同じくアップルコンポートが入ってて、カラメル風味のクッキーが丸ごと1枚入ってるみたいです。贅沢やな、なんかもう詰め込んだな。贅沢です。じゃあ早速飲んでみたいと思います。イエーイ。じゃあ真央さんの方から、はい、飲んでみてください。飲みますね、いただきます。まだクッキーはまだ入ってきてないんですけど、まだですね。リンゴのコンポートがしっかり、細かく砕かれたものが入って、でそれの味が結構します。結構リンゴ、そうですね、結構柔らかくなってるリンゴが入ってます。コンポートが、チョコレートは、チョコレートも、チョコレートもありながらのリンゴの味がしっかりしてます。見た目からは結構、わからないんですけど、リンゴの味もしっかりします。はい、そっか。じゃあ今度プリンセスの方飲んでみます。プリンセスの方はね、ちなみに細い方のストローでいけるみたいです。太いです。ちょっと混ぜた方がいいかな。いただきます。え、美味しいねんけど。甘いとミルクとリンゴみたいな、なんか優しい甘さ、なんかもうちょっと結構こう、甘ったるい感じなんかなって勝手にこう、なんか見た目的に思っててんけど、そうなんじゃなくて、このリンゴの先ったコンポートのおかげか、ちょっとフルーティーな爽やかさもありつつ、ミルクのミルキーなちょっとまろやかさもありつつ、だからってこう甘すぎひんくて、今までね、結構私甘ったるいのが苦手で、こうミルク無脂肪に変えたりとかしてたんですけど、これは全然そのままでも飲める、まあ、ただそのリンゴ感で言ったらちょっと薄いかも。なんかどっちかというとミルクが強くて、そこにちょっとリンゴの風味があるみたいな感じかな。でも結構意外に飲みやすい。まこさんが甘いのがあんまり得意じゃない。甘すぎになったら、すごい。こっちの方がリンゴは強いかもしれないです。じゃ交換しよう。はい。はい、どんなんやろ。いただきます。いただきます。あ、なるほどなるほど。なるほど。だいぶもうマイルド。マイルド。確かになんか優しい。フリーに。プリンセスって感じ。これ結構でもクッキーの味が強いんかな。なんか、そうですか。なんか食べた部分によるんかな。ちょっとチョコの方が。リンゴの味しないです。リンゴ全くしないんだった。リンゴどこにおるん？いないですか。うん。リンゴ来た。来た。確かにリンゴのコンポートって、これがコンポート？はい。これコンポート入ってる？した。全然まだ発見できてないんですよね。結構リンゴのシャキシャキした食感があって。でそこの方のソースがチョコがこうしっかりしてて、あとクッキーも結構なんか感じるかも。クッキー感じるな。クッキーだ、多分味自体がなんかクッキーなんかなみたいな、食感とかっていうよりはクッキー味みたいな。クッキー味、そういうことか。なるほど。でもクッキーいません、これ。これ多分もう全部クッキーで、多分。そうなんですか。分からんけど。そうなんですね。じゃあちょっと最後にせっかく2人おるし、ちょっとどっち派みたいな、どういう方飲んだと思うんで。せーので指さそう。はい、いきます。はい、せーの、こっちに。うわすごいな、めっちゃ良かったな。最初さ、どっち飲むみたいな感じでめっちゃ悩んでて、めっちゃぴったりやったな。良かったですね。
かチョコ好きやからかもしれないです、うんはい、さっぱりみが好きやから あった、よかった皆さんもね、自分が気になるなって思った方ぜひ飲んでみてください、はい、いかがだったでしょうか。今回はスタバの新作をママさんと飲みに来ました、はい、どうやった2種類今回出てるということで、また友達とこんな感じで飲み比べてみて、どっち派かな、どっち派かな、楽しいかもしれないです。確かに、はい、今日も楽しかったしな、はい、ちなみに今回の新作は10月31日までの期間限定販売になっているので、気になった方はぜひ売り切れる前にね、お早めに飲んでみてください。はい、そしてこの動画が良かったなって思ったら、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。不定期でライブ配信もしてるので通知をオンにして楽しみにしていてください。ということで今回は池田真子とバオトロチームメントの真央でした。バイバーイ。